阪神、中野が日本代表入り。さっきでた記事や、たまげた、ガチで草。はガチやんけ。出世したな。似たような役割のシュートおるし、いるか。シュート中野がバックアップやろ。理由補のバックアップはどうしたっているやろ。実際に言うをどっちも守れるやつおらんからな。バックアップとしては最適やわ。坂本は鉄穴関係でコンプライアンス的にスポンサー NG やったんかね。坂本は自体去年怪我で2回離脱してるのが響いたか。坂本はわかるが、今宮はなんであかんの。走行試合の時から代表メンバーの話皆無だよな。最初から完全お断りなのか。今宮は全身ボロボロやし、栗山垣を使ったか水面下で NG 出てるんちゃん。言うて現代理事長ほど出番ないやろ。隠した相手のイニング消化要因やろな。源田に代打出さないの。本番で源田が調子良いかどうかわからんし、怪我でもしたらガチで誰もおらんぞ。バックアップ専用として源田の介護感を入れるくらいなら、ダイソー要員としても使いどころがある中野を入れるのはわかる。中野はエラー多いけどズラは悪くないけど、 WBC みたいな短期決戦はエラー少ない堅実タイプのが良いよな。肩弱いし、国際級でまともな送球できるんか。守備固めで出てきて悪送球エラーして叩かれるの見たくないねん。キャンプでセカンドみっちりやってほしかったのに、やめてくれや。陳さん、これで活躍しなかったらどうすんの。いろんなやつが悪いやろ。そんなもん、坂本はもう年だし、ケツ穴のせいでイメージのな。中野くんは若いし、セカンドもやるし、美味しそうやしな。